ポーチギースポインターポーチギースポインターとは、ポルトガル原産のポインター犬種である。別名は、ポルトガルポインター、ペルティゲール・ポルトゥゲス。5世紀にはすでに犬種として存在していたと言われている、とても古い犬種である。ポデンコ・デ・マストラという古代犬種の直系の子孫で、本種はイギリスにわたって、イングリッシュポインターの先祖の一つにもなった。また、ブルアンド・テリアを、 家庭圏として改良し、ブルーテリアを作出するにあたって、穏やかな性格を加えるなどの目的で後輩に使われていたこともあった。本種は伝統的な鷹を使った量に使用されていた。犬の主人は腕に鷹を止まらせ、布で覆い、本種に獲物を探させる。獲物を発見すると本種はポイントを行って主人に知らせ、鷹の覆いを外す。そして鷹は獲物の元へ飛び立ち、 一瞬で仕留めるというのがその主な内容である。この量によって岩車コなどの鳥類を変えることができた。19世紀になると鷹を使った量が廃れ、さらにポルトガルの正常不安が重なり、頭数が大きく減少してしまった。しばらくブリーディングは放棄された状況にあったが、1920年代以降に保護活動が開始されて頭数を回復し、なんとか絶滅を回避した。 また、現存する世界最古のポインター犬種であることや世界一著名なポインター犬種であるイングリッシュポインターの先祖であることなどから注目され、ややなが知られるようになった。現在も世界的な飼育頭数は少ないが、人猟犬としてだけでなく、ペットや小毒としても飼育が行われている。日本ではほとんど見かけることができない犬種ではあるが、過去には、 国内登録が行われていた。容姿は原始的で、大まかに言うと、ポインターとセントハウンドの中間といったところである。マズルは太く短く、目は小さくはないが眼光が鋭い。耳は細い垂れ耳で、尾は長く太い飾り毛のない垂れ尾だが、半分の長さに弾をすることもある。がっしりとした筋肉質の体つきで、首は長めで太く、足も長い。コートは、 スムースコートで茶系の地で足先、喉、腹部、マズル、フレーズなどにホワイトのパッチが入ったもの。体高52から56センチメートル、体重16から27キログラムの中型犬で、性格は主人家族に対しては忠実で友好的、まなな酒深い。主人家族に危険を及ぼすことがなさそうな人や犬とは仲良くする。しつけは、 やや難しいが、体調管理は楽である。かかりやすい病気は股関節形成不全などがある。ありがとうございます。